りすぎかな、入りすぎだね。まあしょうがない。ちょっと慣れてきた。さて、油の温度は上がりすぎてたんだね。本当にとろ火ぐらいでいいんかもしれない、この量だと。よし、できた。危ない、落ちちゃう、落ちちゃう、落ちちゃった。どれ、長いからダメだ。ああ失敗。いいか、自分で組んだし。よいしょ。これ何動作やんだ。ところで巻いたら串を刺せばいいのか。本当かな。なんかちょっと微妙だけど。なんか違うな。違うけどいいか。
あんま美味しくそう、美味しそうじゃないけど、まあしょうがない、まあしょうがない。意表ついてうまい、美味しい。うん、熱っ。ピーマンが美味しいね、やっぱね。よし、2つ、もう1個いけ。あ、もう1個アスパラにしよう。すん、ただのアスパラ。よし、オッケー。はい、おはようございます、銀ギツネです。2日目の朝ですね。で、朝ごはんめっちゃ手早くシンプルなご飯ものですね。こちらのパックご飯を直接、こういったチャーハンの素で調理して、終わりにしようと思います。元のパックご飯の器に戻します。はい、完成です。